おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今日はニョンヘンの悲劇について解説していくわ。ニョンヘンの悲劇？一体何のことだ？想像がつかないぜ。そうね。このタイトルだけではわからないと思うわ。ニョンヘンといえばドイツだよな。そこで起きた事故なのかな。それは一体どんな事故だったんだ？知りたいでしょ？解説していくわね。ゆっくりしていってねー。ニョンヘンの悲劇と言っていたな。まず、これはどこで起こった何の事故なんだ？この事故は、1958年2月6日、当時の西ドイツ、ミュンヘンのリーム空港で起こった航空事故なの。航空事故だったのか。かなりの被害者が出た事故なのか？注目すべき点としては、サッカーチーム、マンチェスターユナイテッドの選手が犠牲となってしまったことなの。マンチェスターユナイテッドの選手が？まさか、チームのメンバーが搭乗していたのか？その通りよ。マンチェスターユナイテッドは、ヨーロッパのクラブ選手権であるチャンピオンズカップに、初めてイングランド代表として参加したの。ヨーロッパのクラブ選手権か。重要な試合だぜ。それに、イングランド代表として参加できたなんてすごいな。そう思うわよね。ところが、イングランドサッカー協会は、孤立主義を掲げていたの。だから、マンチェスターユナイテッドはイングランドサッカー協会の警告を無視し、このチャンピオンズカップに参加していたのよ。国の代表として試合に参加できるなんて、喜ばしいことのように思えるぜ。本来ならばそうあるべきよね。ただ、イングランドサッカー協会はマンチェスターユナイテッドがこの警告を無視し続けたことを受け、国内リーグの日程を調整することを拒否したの。チャンピオンズカップと国内リーグ、厳しいスケジュールで両方の試合に出なければならない状況だったのか。そうなの。マンチェスターユナイテッドは準々決勝まで進出していたわ。そこで強豪、レッドスターベオグラードと対戦したの。ホームで2-1で勝利し、2月5日に敵地ベオグラードで 3-3 の引き分け、総計5-4で準決勝進出を果たしたのよ。ほほう。すごいな。順調に勝ち上がっていたのか。待てよ。事故があったのは2月6日だったな。前日にも試合をしていたのか。今では当時の航空事情は良くなく、共産圏の国で試合、すぐに帰国というのは、かなりの強行日程だったわ。すぐに戻らなければならない事情があったのか？土曜日には上位直接対決が控えていたの。だから帰国を焦っていたのね。もしイングランドサッカー協会が日程を調整してくれていればまだ余裕はあったわ。かなりのハードスケジュールだな。アスリートには休養も必要だと思うぜ。私もそう思うわ。当時の事情は詳しく理解したぜ。じゃあ、事故のことを詳しく教えてくれないか？OK よ。当日、マンチェスターユナイテッドの選手の一人がパスポートを忘れてしまったため、英国欧州航空のチャーター機、BE609 便はベオグラードを1時間遅れで出発したわ。ふむふむ。スケジュール通りにはいかなかったんだな。チャーター便である、レシプロプロペラ機のエアスピードアンバサダーは短中距離用機材だったの。よって、ブリテン島まで無着陸飛行する航続能力はなかったため、給油のためにミュンヘンに立ち寄ったわ。ほほう。ミュンヘンは経由地点だったのか。この給油を、二度離陸を試みたんだけど、速度が上がらずに中止したの。離陸できなかったのか。その後どうしたんだ？午後3時4分、3度目の離陸を試みたわ。ところが、離陸速度に達することなく、そのままオーバーランしてしまったの。飛ぶことなくそのまま走行してしまったのか？チャーター機はフェンスを突き破り、300メートル離れた空き家に突っ込み、炎上してしまったの。炎上？乗客は無事だったのか？残念ながら、乗員乗客44名のうち、23名が死亡してしまったわ。マンチェスターユナイテッドの選手も亡くなってしまったのか。8名の選手が亡くなったわ。加えて、7名が重傷だったの。痛ましい事故だぜ。原因は一体何だったんだ？当初、西ドイツの調査委員会の報告では、翼に付着した氷で翼型が変わってしまったことが原因とされたの。氷？どういうことだ？当時、欧州全土を寒波が襲っていて、とても寒かったの。だからチャーター機の翼に氷がついていたということよ。このため、必要な揚力が得られず、離陸ができなかったと判断されたのよ。ふむふむ。それは操縦士が確認しなければならないことではないのか？その通りよ。操縦士のジェームズ・セインはこの過失を問われたわ。ほほう。彼は過失を認めたのか？いいえ。セインは実験を行い、西ドイツ当局に訴えたわ。ふむふむ。自身の過失ではないことを主張したんだな。当時の英国首相ハロルド・ウィルソンの発言によって、マスコミが再び事故を取り上げたわ。1968年、イギリスの事故調査委員会が改めて調査したの。イギリスの団体が調査を行ったのか。結果はどのようなものだったんだ？この調査では、離陸前の写真や救出作業員の証言を考慮し、関係者証言に基づく実験を行ったわ。そして、滑走路上のシャーベット状になった氷雪が原因と報告されたの。え？
西ドイツの調査委員会の報告と違うじゃないか。ええ、西ドイツがジェームズ・シェインの訴えを聞き入れなかったのには理由があったわ。ほう、なんなんだ。もし、翼が凍っていたならば、これはジェームズ・シェインの責任よ。一方で、空港の滑走路上の溶接が原因ならば、雪を放置した空港すなわち西ドイツの過失ということになるでしょ？そういうことか。自分たちの過失を認めたくなかったんだな。ええ、主任捜査官ハンス・ライケルは目撃者たちの証言等を隠蔽していたの。え、隠蔽していたのか。それは良くないぜ。でも、本当のことが分かってよかったな。そうね。ジェームズ・シェインの濡れ衣は晴らすことができたわね。それにしても、残念な事故だぜ。この後、マンチェスター・ユナイテッドはどうなったんだ ?8 名の死者のほか、2名は再起不能となってしまい、チームはかなりのダメージを受けたわ。そうだよな。チャンピオンズカップは引き続き参加できたのか？チャンピオンズカップの準決勝には控え選手中心で臨んだの。けれど、残念ながら敗退してしまったわ。無理もないと思うぜ。でもね、ここからがすごいのよ。奇跡的に生還した監督マット・バスビーと、精神的打撃からも立ち直ったボビー・チャールトンが中心となり、クラブを再建したの。え？そうなのか。ええ。若手選手も成長し、マンチェスター・ユナイテッドはフットボールリーグを制覇したわ。へえ。辛い事故を乗り越えて、みんなで頑張ったんだな。泣ける話よね。この事故からマンチェスター・ユナイテッドが再生するまでの流れについては、映像化もされているわ。映像化？ええ。ユナイテッド・ミュンヘンの悲劇というテレビ映画よ。監督マット・バスビーとボビー・チャールトンの関係が中心になって書かれているわ。マンチェスター・ユナイテッドが再生するために重要な役割を果たした二人だな。見てみたいぜ。そうね。気になる方は見てみると良いわよ。その後、マンチェスター・ユナイテッドはどうなったんだ？この事故から10年後の1968年には、ヨーロピアンカップ決勝に進出し、SL ベンフィカを延長戦の末 4-1 で撃破したの。これでマンチェスター・ユナイテッドは悲願のヨーロッパ制覇を果たしたわ。これはイングランドのクラブとして初めての快挙なのよ。なんだか胸の熱くなる話だぜ。このような歴史的背景から、マンチェスター・ユナイテッドはイングランドリーグを代表する名門クラブとして、フットボールファンに愛されているわ。こういう過去を知ると、より応援したくなるな。マンチェスター・ユナイテッドのホームスタジアム、オールド・トラッフォードの一角には、この事故の犠牲者を追悼する記念碑が掲げられているわ。へえ、見に行ってみたいぜ。そうでしょ？スタジアムの時計は事故の起きた時間で止められていたんだけど、現在は稼働しているから、ぜひ見てみたいわよね。そうだな。悲しい事故だったけれど、今のマンチェスター・ユナイテッドに繋がっているということが分かって感動したぜ。本当ね。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。